アダム・ガイリースはアメリカ合衆国の天体物理学者。ワシントン DC 生まれ。宇宙の加速膨張の観測に関する研究で2011年ノーベル物理学賞受賞。アメリカのワシントン DC でドイツから移民したユダヤ系家庭に生まれ、ニュージャージー州のウォーレンで育った。ニュージャージー州の高校を1988年に卒業。 マサチューセッツ工科大学を1992年に卒業。在学中はファイ・デルタ・シータ UI 会のメンバーだった。1996年にロバート・キルシュナーの指導のもとハーバード大学から博士号を受ける。博士論文により、1999年に太平洋天文学会からロバート・ J ・トランピラーアワードを受賞。 カリフォルニア大学バークレー校のミラー研究所フェローを経て、1999年に宇宙望遠鏡科学研究所研究員となり、2005年からはジョンズ・ホップキンス大学教授となる。また、2006年に少々天文学部門を受賞。その後、同省の選考委員となっている。1998年に発表した宇宙の加速膨張の観測に関する研究で、 ソウルパールマッター、ブライアン・ P ・シュミットと共に2011年ノーベル物理学賞受賞。ありがとうございます。